敵が倒すより最長一騰して手柄を立てる。お前のその天狗のような伸びた手が、いつか誰かに召し寄られる。召し寄るのがお前じゃねえことは間違いねえよな。また生き残ったよ。あんたもね。里近くに得体の知れない炎が落ちた。 あれは織田の道具であると。行け。何か感じなかったか。今頃臆病風に吹かれたか。女は勘がいいというが当てにはならないな。男に守ってほしいのか。やめろ。何者だ。なぜ答えない。答えねえとガキといえども殺すぞ。 全部見たか。切り落とした一部だけだ。他の仲間は。あいつが俺の里をめちゃめちゃにしたんだ。あいはなんだ。あんな化け物に狙えなんてない。皆殺しや皆殺し。 当たりの景色が心支えとまた昇る。